何か
ました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回1日に2回のイベントをこなしたわけですが、うん、まあ、2回目が終わって直後ですが、はい、どうでしょう皆さん感想は。いや楽しかったね今日は。楽しかった。いや楽しかった。もう声もからこんなにカラスぐらいもうハッスルハッスルしちゃってね、大変ですよもう明日の仕事が。もうみんなのテンションがすごかったねとにかく。それでまたさ、そのテンションにお客さんが乗っかってさ、くれたからさ、またそれが楽しかったですね。本当いいお客さんでした。愛してるぜ。ね、見てくださいよ、もうこのホテッタライブでホテッタ体をね、こうガゼンクールダウン、ぴったりこのディアボーイズうちは。こんなのも最前列が振ってくれたりするわけですよ。そうだね。こんな環境今まで生きててありましたか、松風君って話。いやありませんよ。自分の人だね。そうそうそう。あんた自分かよ。何？俺たちに振ってくれよ。ディアボーイズだろだって。っていうふうに俺はこうやりながら思ったわけですよ。松風君。ありましたか。違うだろ今まで。歌詞だろ歌詞。え？何？歌詞を一生懸命忘れないように繰り返し繰り返しやってたんだろ。頭の中で。今日は2ステージやって、まあ2ステージやるっていうのも僕らディアボーイズとしても初の出来事だったので、実際手探りの面もあり、試行錯誤を繰り返しながらやったわけですけれども、すごく楽しくできたんで、また今回のことをね、またバネにして次々と面白いイベントを開けたらなと思っていますということです。時間ちゃんと決まってたからギュギュッとなんか詰まった感じがして、なんかすごく中身は濃い感じがやっててしたので、とっても楽しかったです。ありがとうございました。ということで、あのこれそうだ、今回ステージには上がってないけど、すべての、ね、ディアボーイズのイベント会場には必ずいるという小西大明神ね。大明神神ですから、触るとご利益があります、うん、今日もほら大成功だよ。そう、みんなで祈りましょう一回。ありがとうございます。せーの、はい、というわけで、新曲2曲も初お披露目しまして、うん、すごくみんなからも受けがよく、よかった、よかったですよね、よかったですよね、はいはいはい。そして初めてディアボーイズとして初めて2ステージこなして、そうした、みんな気持ちよかったですよね。よかった、楽しかったですよね。いいね、最高、はい、最高。これからもあのディアボーイズは頑張っていきたいと思っております。うん、おりますよね。おります、はい、おりますよね。おります。なので、これからもイベントにアニメによろしくお願いします。おい、そんな僕たちディアボーイズドットコムということで、ドットコム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 コム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 